え、それはそうと、お嬢に聞きたいことがある。ジルちゃんのしつけとかでなんか特別なこととかした？自分の家の猫、噛み癖治らなくて、もう自分も猫のこと噛んで口の中毛だらけにしてるよ。あ、でもね、テマニャンは、テマニャンは噛んでたって言ってたよ。イカニャンが。噛まれ、あんって噛むって言って、噛まれたら噛み返すみたいなの来たけど、要はね、でも死ぬほど根気強く噛まれたら痛いって言ってた。痛い！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 って言う。そう。で、言うか、噛まれたら、噛まれた指を、縦じゃなくて、何？なんていうのかな？口で、口真横？真横にして、プッってやってた。噛んだら、そう、なんかそんな奥までじゃないけど、グッて痛い痛いよってやってた。でもちょっかい出しすぎて噛もうとしてくるときは全然あるよ。それはあるけど、突然なんかこう手伸ばして噛むみたいなのはないないね。うん、ねえ、ちょっかい出してる。ちょっかい出すよ。ツンツンってやったりするよ。あじるちゃん、お尻ツンツンとかやったり。頭ちょんちょんとか。やったりするよ。やるよ。やるよね、みんなね。やんないのかな。続いてるよ。ツンツンツン。